アプレンティスはアメリカで制作、放送され、ブラジル、イギリスなどで現地版として制作、放送されているリアリティ番組。アプレンティスは見習いを意味する英語。アメリカで人気を博したリアリティ番組、サバイバーを手掛けたイギリス人プロデューサーのマーク・バーネットが企画。ホストを務める実業家が経営する会社で右腕として働く人材が決まる過程を追う。 応募者の中から番組への参加者となる十数名が選ばれ、参加者は見習いとして働き、ホストの会社への本採用を目指す。ホストは参加者に様々な課題を課し、個人やグループ単位で課題に取り組む。課題に取り組む中で起きる葛藤や対立などを放送する。毎週、番組の最後にホストは脱落者を一人決め、最後まで生き残った参加者が勝者となり、 晴れて本採用となる。ドナルド・トランプボードルームのあるトランプタワーアメリカの不動産王であるドナルド・トランプをホストにニューヨークを舞台に出された課題を参加者がチームで取り組んでいく。課題の最後に全員をボードルームに集め勝者を発表、敗者の中から脱落者を選びトランプが君は首だと宣告する。この決め台詞は トランプと信仰のあるビンスマックマホンのものである。第1シーズンは2004年1月から4月までザ・アプレンティスとして NBC で放送。その後、2004年9月に第2シーズン、2005年1月から第3シーズン、9月から第4シーズンを放送して、2006年2月から第5シーズンを放送する。 視聴者数はシーズンごとに減少し、2007年1月開始のロサンゼルスを舞台にした第6シーズンで終了した。しかし、2007年6月に NBC が第8シーズンの放送可能性を見込んだ第7シーズンのリニューアルを発表、2008年1月に有名人が参加するセレブリティアプレンティスとして復活する。これ以後、セレブリティアプレンティスとして放送を重ね、 2012年の第12シーズンまで放送されている。なお、2010年の第10シーズンは第6シーズン以来の一般人の参加者のみで行われた。また、アプレンティスの PC ゲームをトランプが監修している。ワウワウが2009年7月から10月の間、第7シーズンをアプレンティス、セレブたちのビジネスバトルとして放送した。その後、第8シーズンを アプレンティスに、セリブたちのビジネスバトルとして、2012年1月21日から3月31日まで、第9シーズンを、アプレンティスさん、セリブたちのビジネスバトルとして放送された。また、2012年8月10日、8月20日から9月14日まで、第8シーズンと、第9シーズンが無料で、集中再放送された。 マーサ・スチュワート2005年9月から12月にかけて NBC が初のスピンオフとしてマーサ・スチュワート版を放送した。この番組はオリジナルのフォーマットを踏襲しつつマーサ流のアレンジがなされ全米の27都市を舞台に開催された。バーネットが週刊中のスチュワートに呼びかけ実現しトランプがそのエグゼクティブプロデューサーに名を連ねた。視聴率は2.5%に止まった。 しかし、トランプ版の第4シーズンが評価がかんばしくなかった反面、スチュワート版が奮闘したことや、トランプがスチュワートをスピンオフのホストに望んでいなかったことから、トランプとスチュワートとの間で対立が生じ、第一シーズン終了で打ち切られた。アメリカ国外で最初に、現地版を放送したのはブラジルで、オープリンディスとして2004年に放送。ついで、BBC が、 アラン・シュガーの会社アムストラットを舞台にしたザ・アプレンティスを2005年3月放送から開始し第8シーズンまで放送同盟の現地版がアイルランド、オーストラリア、ニュージーランドなどで放送されているアラブ圏でもモハメド・アリア・パーを司会に企画されていたが中止されている2016年からは社会主義国のベトナムにおいて VTV にて 現地版の第1シーズンを放送開始予定。アジア諸国では、アクスンアジアにおいて2013年より、ザ・アプレンティスアジアが放送されている。ホストは、エアアジア CEO のトニー・フェルナンです。ありがとうございます。